しです。のすけです。仲間が医療チューブです。よいしょ。いや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 、やばいんだけど。のすけさんがうちにいる。ついに来ました、高さん。おもろすぎるんですよ。マジで面白い。ここ本当一人用で撮るつもりで組んでるんで、はい、超狭いの。みんな見えてないけど。そう、これ画面だとね、あんまそういうことないですけど。そう、めちゃめちゃ狭いんで。すごい空間ですよ、やっぱり、ね。すごいところにお越しいただきました。いやいや、もう本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。ついにですね。ついにですよ。ちょっと仲間が医療チューブ同盟として、そうですね。今日は動画撮っていければと思いますので。やりましょう。所長は言いませんけどね。ちょっと所長、うん、待ってますよ。所長。え、どうですか。というわけで、はい、こちらのチャンネルの1本目はですね、うん、まあもうジャンプが熱すぎると。ですね。もうやっぱ熱いんで、うん、そこまでね、この2人でそのジャンプトークを知ってないんですよね、最近そこまでね。なんで改めて最近のジャンプね、今1035話ね、はい、の後撮ってるんですけど、うん、もうやばかったんでいろいろですね。ちょっといろいろそのあたり、まあここ熱いよねとかポイントも含め、うん、まあ、こういう考察があるんじゃないかとかも含めね、いろいろジャンプ関連の話をキングと撮っていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでいきましょう、はい、お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。のすけさんのチャンネルもよろしく。お願いします。お願いします。まあもうまずそうよ、はい、まずキングですからね。いやいやもうついに、まあまあ、ついに撮りましたね、確かに ね、ちょっとそれのキング動画また撮るんで、はい、ちょっとそれはそちらで見てください。こちらもご期待ください。皆さんマネキン関連また撮りますね、じゃあジャンプですよ。来ました。まず1035はえぐくなかったっす。えぐいです ね、そのバーサスキングえぐすぎた、ね、いや本当にね。俺なんかその動画がマジで熱入りすぎて、うんうんうん、で大体編集者さんに渡すんだけど、はい、もう異常に修正点多くしちゃったんだ、はい、これも書いてこれも書いてお願いこれも書いてやってやったら公開1時間遅れるって何してんすか。そのくらいその何今回が熱すぎて、うん、直前までこう注文出しに出してたら、いや、まあ、そうなりますよ。でもそう、わかります。そのくらいねやばかった。僕がこの今回1035話で、うん、一番熱かったのは、はい、ここなんですよ。これここね、この生物として俺には勝てねえって言って、うん、俺はそういう気が一番嫌いなんだって。これはクイナじゃないですか、うん、クイナが言うたらね、男女としての間違いがあるっていうのを言い訳にされたのがやっぱ嫌いだったっていうのを、うん、ここで小田さんはこの一言で入れるっていう。本当にいやマジでマジでやばい、ね、だから、ね、これ言ったらそのクイナの話って、うん、多分5話ぐらいじゃないですか。そうそうそう、1巻5話、そうそうそう、1030話ぶりにこれは出てくるのかと。もうたまげましたよ、ね、僕は本当に一切ね。これでもクイナのね、別にそのね、うん、顔とか入れず、うん、これだけ あくまで2人のやり取りってね。そうですね。でこの脳裏に多分ゾロの脳裏にはクイナが多分こう、うんうんうん、ファッと浮かんでんだろうなっていう。そのこの前 の、うん、そのちょっと前のジャンプの、はいはい、あの最後のね、キャプテンとして親友との約束があるんだよっていうのがあったからこそ、読者もねこう分かるわけです。そうそうそう、すごくいいね。めちゃめちゃ熱い、うん、でからのこの竜を切ってるのがもうさ、おし誰がこんな予想できんの。ほんとカイドウと前戦ったじゃないですか。はいはい、ゾロが ね、うん、そうそう。でカイドウってまあ青龍なわけで、はいはいはい、それは切るっていうので、うんうん、そのなんか一応竜切りみたいな、あ一応ねその時ね、うんうん、なってるのかなと思いつつも、はいはいはい、だからなんかここでやっぱキングの技として竜が出てきて、うん、なんか不完全燃焼感をちゃんとこう、はいはいはい、燃やし尽くしてくれて、ね、いいですよね。ちゃんと竜ぶった切るやんっていうね。そうでこれもその僕動画でその時話したんですけど、はい、いやこれもうカイドウじゃん。そうなんすよね。マジでそのキングはだからこそ今回で初めて分かったのがそのキングの過去があったじゃないですか、うん、ありましたね。要はカイドウのこと本当に好きなんだなと、うん、でカイドウさんこそ海賊王になる男だって言ってるじゃないですか、うん、だからカイドウを本当にもう自身が王にするって思って動いてるわけで、はいはい、大好きなんですよね。だから自分の一番の最強の技を憧れの人の竜にしてるんですよ。そうですわ。でビブルカードなんですけど、はい、キングの好物、はいはい、飛び魚の刺身じゃないですか、はい、あれ多分飛ぶ魚で多分俺カイドウだと思うんですよ。うわそうだわ。だからカイドウ大好きマン。確かに。でカイドウ大好きマンがカイドウを模したような大技の竜をこのゾロが竜馬を模して、うん、しかも飛竜変えるの上技で、はい、みたいな。もう爆発バッグなんかもう熱さ爆発なんですよ今週、うん、やばいよね。やばい。しかもキングって竜の実じゃないですか、うん、はいはいはい。そこにもやっぱかかってる。絶対それもうね面白すぎる、うん、全部こうなんか集約されましたね。今までのゾロのね、うん、良さとか熱さ抱えてきたものとかも全てここにぶち込まれてるし、うん、そう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 。ワノ国のねこのゆかりの竜も含めで、あとその、うん、前川松と京五郎言ってた、はいはいはい、牛馬とのね、はい、そのウリ二つだとか、はい、ウリ二つ、うんうん、あとは牛丸とのその、はいはい、絡みだとか、そうそうそう、そういうのもあるじゃないですか。あるやっぱりあった。そこでこう下月との今回あの1035話で、うん、大岩をこう切った時のシーン、これ ね煉獄おにぎりね。そう炎王さんとより煉獄おにぎりね。そうここねここの切れ方が
はい、やっぱ、ヤマトの加護屋で出た、はいはい、あの牛丸とかが最後天の岩戸をこう出てくときの、ね、シーンとかやっぱ重なるわけです。重なるよ。そう、切り方一緒だもんね。一緒この切れ方マジ で, こ れ, すごいです。これはね、いや本当にね、うん、なんかここでちょっと細かいんですけど、はい、ゼロのおにぎりってちょっと2パターンありますよね。いや、あの前にぶっ飛んでこう敵を切るのと、うん、あとこの場でこうやるの、あるね。だからミホークに止められた時とかもなんか割とこのパターンもあるし、あとあのハッちゃんと戦った時、そうだそうそうね、タコツボの構えをこう刀をバーンって全部割った時 ね、あのこうどっしり構えてる、そう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 、いやそれよ、それもあるわ。ゾロが濃すぎてこれだけで終わっちゃう、この動画1035だけじゃない、まあ、確かに1035だけで終わっちゃう、ね、悪く言えばゾロのね話みたいなとこもあるんで、そうそうね、わかるんですけど、これがね2021年の締めくくりでね、うん、そうですね。どうやって締めてくるのかってやっぱ気になったじゃないですか。はい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 。なんかその、まあ、ルフィが出てくるっていうのも、うんうん、やっぱりいいんですけど、はいはい、ただきっちりこう大看板との決着をつけ切って終わるっていうのがさすがですよね。ねえ、うん、だなんか年始はねルフィのバトルから始まりそうな感じだよね。そういう感じあるんすよ、やっぱそこ、ね、今年がだって1000話でね麦わらのルフィから始まってるから、確かになんか年始ルフィから始まる説みたいな、全然ありえる。たまらんよな、うん、いやよっ楽しみすぎるです、うん、じゃあちょっと今ね、まあ、ゾロ出たんで、はい、キングいっちゃっていいですか。行きましょうこれで終わる説ある。この動画もういいじゃん、いいかそれも他まだあんのにまだ全然あんのに、トピックはめちゃくちゃありますよ、気になることあんのに、うん、いやキングどうすかこれ、まあ、今回顔が分かって、はいはい、政府に通報したらうんぬも出たし、うんうん、で、まあ、タトゥーもね結構なんか意味深じゃないですか。そうですね、なんかこのあたりってなんかあります、いやなんかもうめちゃくちゃ贅沢な書き方してきてんなと思ったんですよ。はい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 、顔が出た途端にやられちゃうって、うん、確かに確かに、いやそんなことあるって、ね、もっと見たいよね。そうやっと今回素顔分かってこっから戦闘本格化して、はいはいはい、もうなんならそのルナーリアがどうとか、はいはいはい、めちゃくちゃこうゾロが解き明かしていくんかなと思ったら、うん、もう半分分かった状態で始まったんだよ、はいはい、そうね、ちょっとそこがね僕としては、うん、なんか物足りなさも結構感じたんですよ、はい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 、ぶっちゃけて言うともっと噛んでたいとかね、そうそうそう、はいはいはい、味出したいなと思ったんで、はいはい、キングに関しては、うん、僕ここで終わるようなキャラじゃないと思うんですよ、ね、なるほどなるほど、確かにそうだわ、そうそう、ね、倒されはするかもしれないですけど、うん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 、ただルナーリア族ってもう多分世界的に見てもいないはずなんで、そうだね、ほぼリクマンもいてるしね、だからこそもっとですねこの後キングに関して、うん、例えば世界政府 CPO とかがルナリアを捕らえようとか、はい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 、そういう動きをし始めたりしたらめちゃくちゃ面白いと思ってた、うんうん、確かにそっちではありそうだな、うん、ね、そう、確かにこれで、まあ、もちろんね今回戦闘は終わったけどね、そうなんです、ルナリアでは間違いなく絡んだもんね、そうそう、だから政府との絡みが僕はあるんじゃないかなと思いました、はい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 、やっぱり確かに今回クイーンがぶっ飛んでどっか行って分かんないけど、はいはい、そのキングに関してもどうなるか分かんないもんね、うん、このそうなんです、だってこれ空だもんね、ですね、ここ鬼ヶ島外でしょこれ、ね、だからまあ我が国どっかに落ちて、うん、そのまま捕まえられパターンもね、そう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 、その点からの CP ゼロ来てるし、来てるんですよ、うん、CP ゼロとかが何かしらの成果を持ち帰らなきゃいけないと、はいはいはい、なった時に、うん、やっぱり言われるじゃないですか、うん、ロビン捕らえられなかったとか、はいはいはい、お前何もできねえじゃんって言われてあれなんで、いやせめてルナーリアだけでもみたいな、確かに ね、あんな髪つけて街中歩いてドレクに見つかってんだもんみたいな、そうそうそう何やかんやねちょっとミスしてるから、してるんですよ、確かにね、だからそういうところでなんかこう持ち帰るじゃないですか、はいはい、持ち帰ってね、なんかいやそっちの絡みありそうだな、うん、世界政府とルナーリアは、そうそう、確かにでやっぱり今回もね、うん、あの過去編でパンクハザードの、いやもうそれね、うん、いやそこだよね、うん、実験体としてのね、うん、やっぱ価値も高いわけですから、はいはいはい、であとあれですよね、クイーンに罵られてた、はい、拷問好きのこの変態野郎って言われてたのは、はい、多分だからこっちパターンですよね、する方じゃなくてされてた方ですよね、そうです、絶対全然いじりづらいやつだったいじりづらい方、いじっちゃいけない方だったなんか、まあだからそれこそクイーンとキングの関係性はより深いんだよってちょっと分かりましたよね、クイーンだからこそ言えたみたいな、そう言えるって、多分あれはもうクイーンしか言えないあのいじり、分かるわ、あのいじりは誰もで、だゾロとサンジしかできない絡みを、だからあそこは大看板2人で、うん、ナンバー2ナンバー3というかね、まあ両翼でやってたんだなっていうのがなんか改めて分かりましたね、そうですね、うん、そういう深いところにも繋がってくるんだろう、いや分かりますわそれで、だからクイーンからしてもキングってめちゃくちゃその興味津々な対象だった、確かに確かにそうだわ、科学者だったわけじゃないですか、うんうん、確かにそうだわ、こいつは、うん、まあ、生物的にもそうですし、はいはいはい、だからクイーンがまあ新たな兵器を開発する上でも、はい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 、結構いろいろ参考にした部分はあるんじゃないかなって、確かに思うんですね、だから実際このキングが使ってる刀も、うん、だってクイーン作ってる説あるよね、そう全然あるよね、カラクリ刀だもんね、佐々木もね、うん、カラクリ刀の螺旋、螺旋刀、あれとかも多分クイーン製っぽいよ、ね、だと思いますよ、ね、まだ確定は出てないよね、確かね、だかそう思うと確かに自分のね両翼の片っぽが自分の刀作ってるっていうのもなんかまた熱いよ、うん、熱い、ね、あとそうキングの話なんですけど、はい、またさっきのね飛竜地獄また戻っちゃうんですけど、はい、全然もう翼切ってんですよね、そうそこなんだよ ね、 ね、だこれはやっぱその前の仲間がいるチームのアーロン離理論と一緒だと思ってて、はい
そうだから自分の信じる竜をまず切られました、はい、一番大好きな誇りですよ、うんうん、キングからしたらカイドウという誇りをまずもうぶった切られてる、うん、ズバズバに、うんですね、でかつ自分もまあルナーリアに多分誇りは持ってないにしろ、うん、戦闘で結構がっつり使ってるわけじゃないですか、こんだけ頑丈部分、まあ、火が燃える部分って、うん、だからそこのルナーリアとしても多分切ったがゆえに、はいはい、ここちゃんと小田先生はキングの翼と多分切った絵を入れられたってことですよね、おそらく。そっかそっか、そう多分そうだと思う。だからこそあえて多分切ってると思うんですよね。はあはあはあ、多分これだって普通に多分俺まんまがだったらここだけで終わるんですよ、うん、でも小田さんはしっかりこの翼まで切り落としてるっていうところが多分もうキング完全敗北、はいはいはい、多分これを描きたかったんじゃないのかな。そうですね、あれも倒れたのと同じようにやっぱり、そうそうそう、やっぱりその誇りをね折るのがやっぱ海賊の戦いだからですね、うん、あのちょっと前のあのペロスペロの腕もね破壊されるとかね、あ、あ猫に拒んで、確かに あれとかもだそうだそうだ、そういう感じですよね。やっぱなんか特徴こうね、そこでうまく使ってきてますよね、うん、だからそうなるとここだ今後の展開としては、うん、この切られた翼、うん、いやどうなんのとかいうところもね、そうね、今後なんかね絶対これで終わりじゃないじゃんキングに関しては、戦いは終わったけど、うん、別ストーリーでね、うん、別軸でなんか始まるって時にだそこはちょっと気になるよね。でまあさっき CP0 って言いましたけど、うん、ビッグアム海賊団も今わ確かにそうだわ、いるっちゃいるし、そうだわ、でだからマムはね、うんうん、あの仲間になれるとかこう言ってたもんね、人工で誘ってたんで、誘ってたわ、ちょっといろいろパターンありそうですよ。確かにキングはキングでピンチっていうね、麦わらの一側もねみんないてピンチだけど、キングはキングで勝手にピンチになっちゃって、そうそうそう、いやなんかそう思うとすげえなんか本当になんかちょっと応援したくなるよね、だからこの今回の境遇も分かったし、確かにね、いや過去も今度やってさ、もう世界を変えたいぐらい、言うたら多分これ当時のローを俺ちょっと重ねちゃったんですよ。ローも言うたら白炎病でフレバンスで迫害じゃんあれって、はい、受けてきてだってもう世界をぶっ壊したいっていう流れって理解できるじゃん、うん、だから多分キングもお前は世界を変えられるから、だからこんなイカれた世界を変えてくれって思ってるってことだよね、はい、そうですね、そうです、だからこそなんかちょっともう、うん、キング頑張れって なっちゃった、いやですね、うん、だから単純に海賊としてなんか強くなりたいとかっていう以上の思いがやっぱあるんですよ、はいはいはい、背景そうだと思う、うん、そこがすごい今回、ね、セリフにちょっと出てましたね、出たよね、うん、いやだ目死んでないんだよねこの時のキングが、ね、なんか絶望してない感がちょっとまだあるから、うんうん、拷問されてなんか弱ってるっていう風じゃなく、うん、さらにこう怒りを燃やしてるじゃん、そんな感じな気がする、いやちょっとだから勘十郎はそっちがちょっと変な方向いちゃった、ね、あちょっとねまあやばいやばい方いっちゃった、やばい方いっちゃってもう散々いじられるサイコパスになっちゃったんですけど散々問い詰められてきた勘十郎に関してあとこのタトゥーどう思う、タトゥーね、うん、いや俺考えたんですよめちゃくちゃ、うん、何を一体表してるのかと、はいはいはい、でまあ意味のあるタトゥーとないタトゥーって結構ワンピースね、まあそうね、色混ざってるじゃないですか、うん、そうそうそうだからまあややこしいんですけど、うん、でもあえて僕、まあ、意味を見出すとしたら、うん、例えばですけど、うん、悪魔の実ってどうやってできたのか今分かんないとかって結構いろいろあるじゃないですか、はいはいはい、なんか例えば米だったら、はい、稲穂ってこう、はいはいはい、イメージあのね、このそうそう垂れ下がってたからね、なんか実がいっぱいついてみたいな、はいはいはい、そういうなんか感じもしなくはなかったんです、なんか何かを表してるとそうなんか植物、はい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 、植物の何か確かに植物っぽいもんね、なんかそういうの関係あるのかなみたいな、はいはいはい、確かに今までにありそうでないよね、意外とこのなんか植物っぽいというかなんかこんな顔のねあんまりないです、なんかやっぱ第一印象はそのやっぱワイパーがスッとさ、うん、最初やっぱ浮かぶじゃないですか、なんかこうねちょっと尖ってる感じで、うん、でこっちの目だけでみたいな、そう確かにだからそっちか、ルナリアってなんか根幹にかかりそうだもんね、ですよね、そうだコメントで俺気づいたんですけど、はい、いやこの幼少期からあるんだよね、ですだからもう生まれた時に出現してるパターンは十分にあるよね、うん、だからこの感じ先進のかもしくはまあ、うん、ルナリア族がみんなそういうのなんか刻む、あみんなねここにね意味もあるのかもしれないです、はいはい、なるほどなるほど、まあその今回モブがさ条件言ってたじゃん、黒い羽、白髪、褐色の肌と、うん、でこの中に一応タトゥーはないっぽいんだね、ないですね、そうだそこがより気になるよね、そうですね、あったらあやっぱこれ関係あるんだって確定なんだけど、はい、ないから、うんうん、どっちっていう、そうかそうかそうか、単なるアクセントなのか、そう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 ですね、これもだ小田さんのこの手のひらの上だうまいよねうまいよねってなんか僕がこんな言うのもおこがましいけど、うんうんうん、やっぱこの小田さんの凄さというか、うん、なんかやっぱこの我々をこう何手のひらでこうやるのがもうこういうとこなんですよね、逆に言えばその政府が公表しない情報とか、はい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 、確かにね、あえて隠してるとか、はい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 、そういうのもあったりするのかも、でこのモブに関してはこのもう黒い羽の時点で気づけよって思うから、うん、それだ大体そうだ、いやそれだいないやんあんなのキングしかいないじゃんっていうその時点でもう一回気づけよ、まあ、十中八九そうやろなみたいな思いますよねそうね、じゃああとちょっと、まあ、結構今もうね話してると思うんで、はい、うん、いやでもまだまだ話したいことあるな、ちょっとどうしようですね、じゃあちょっとあのこの間のジャンフェスのコメント言っていいですか、ああ行きましょう、小田さんのコメント行きましょう、ルフィ、はい、注目してください、うん、本編、うん、ありました、ありましたね、うまく書けるかな
もう、はい、どう思いますこれ、これ、これ何なの。いやいやいや、これもう、もうギア5 これもうギア5でいいんですかってちょっと僕思っちゃってる。そうなりますよね、それ、ね、だって書いたことないルフィなんて、うん、それしかないじゃん。そうですね、あ、新形態しかないじゃん、うん、なんでしょうね、はい、そのあえてそれを濁すじゃないですけど、うん、はいはいはい、ルフィっていくらでももうね、うん、主人公なわけですから、うんうんうん、書いてきたわけじゃないですか。そうね、一番書いてるよね、あらゆるルフィ、うんうん、でもそうやってまた今回改めてそうやって強調するっていうことは、うん、今その覇王色まとうというのがあるわけですよ、うんうん、ルフィの大きなその新技とその新しい力として ね、そうだから、それがこうさらに飛躍するというか、はいはい、そっちパターンか、こっちパターンなのか、はいはいはい、っていうのももちろんありますし、うん、もしくは前そのルフィが島から落ちちゃった時に、はい、カイドウがゴムゴムなんだって、あ、言ってた言ってた言ってたよ、その続き、はいはいはい、その新技、はいはいはい、それなんかなっていうね。いやーマジで楽しみすぎんなこれ。でも覚醒ドーム使うか使わないか、覚醒ね、うん、まあ、キッドとローがしたんで、そうなんだよ、ね、もういつしてもいいわけですよ、はいはい、ぶっちゃけて。だって何回もねドフラミンゴとカタクリと戦ってるから、うん、自分がそれに発言する可能性十分あるもんね。そう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 、ルフィは何かヒントを、もう覚醒という概念は理解してるんだ。はいはい、そうだね。だからそうですね、ここでいっぺんに出してくるのかどうか、そこだよな。ちょっと、まあ、もったいつけてもいいと思うんですよ全然。はいはいはい、はい、ね、うん、この先の冒険で本当に覚醒します、はいはいはい、だからまあ例えばわかりますけど黒ひげと戦う時とかさ、はい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 、いろいろあると思うんですよ、まだ大きな戦いなんかもね、うんうん、だそこで言ってもいいと思うんですけど、はい、カイドウという世界最強生物を倒すにあたって覚醒がなくてはならないのかもしれないですよね、やっぱ ね、うん、したらめちゃくちゃ面白いわそれは。どういう方向性なのかね、覚醒の、はいはいはい、するとしたらローとキッドによってその、うん、なんか違うのが分かったもんね、うんうん、だから例えば周りをゴムにするのか、はい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 、あるいは他の生物にゴムの、はい、能力を付与パターンとか、時期付与パターンとか、ね、キッドパターン、そうそう、キッドパターンか、うん、あの肩栗パターンかとかね、そうそう、いろんな可能性があると思うんですよ、ね、うん、いやあれはだからもう本当に全悪魔の実の覚醒知りたいよね、もうああなってくると、ね、そう、あとはそのラストシーンよ、はい、小田さんがずっと書きたかったラストシーン、もうそんな言われたらもうずっと湧き続けちゃう、それ見るまでちょっと待ってくれ本当に、それ見たすぎるよね、って。いやだってその小田先生結構そうやって組み立てるっておっしゃられることあるじゃないですか、はい、空島もさ、うん、嵐の対談だったかな、うんうん、空島のキャンプファイヤーがやっぱどうしても書きたかった、はい、でそこに向けて、まあ、話も考えて、でラストのね、うんうん、宴にもね繋がっていったっていう、うん、そうですね、だからこそ多分小田先生はこの和の国ラストシーンに多分かけて、うんうん、今回その話を組み立てられてるって思うと、うん、やっぱそこに繋がりそうなってやっぱ時様の句だよね多分ね。そうです ね、未だに時様の句が未だにね分かってないもんね、どうとかあれどういうことなんだろうな。なんか一回ちょっと思ったのが、はい、キングの技で、うん、探求丼、探求っていうのが、うん、あれなんですよね、あの我々の世界で言われている中国神話で、うん、9つの太陽を射落とした弓なんですよね。ほう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 、そうなのよ。なるほど。でそれをしかもルナーリアであるキングがそれ使ったのよ、探求丼って、はい、だから俺最初いやキングルナーリアやばいやばいと思ったら探求丼でした。実はね、実はそう、それをもじってたっていう、ね、そうそうそう、そこなんですよ、ね、でもなんか小田さんも絶対それ調べた上でそこ入れてると思う、ね、うん、それ感じはね全く一緒だったから、うん、ですだからそうなった時に、うん、だって9つの影を落として9つの太陽を落としてなんか絡んでそうだし、うん、まあ、明らかに数は一致してるわけですからね。で言ったらさ9つの太陽のマークじゃないですか、シンボル、はいはい、和の国の太陽のシンボルも光月家の家紋ね。そうですね、あれ要は丸が9個なんですよね、あれ、うんうん、だからそのやっぱ太陽絡みのラストシーンになるのかなとか。ああなるほど、だからやっぱその開国とつながってくるはずですよ、はいはいはい、そうね、開国とは一体何なのか、はいはいはい、その真実が明らかになるわけで、うんうん、聖徳太子の時とかって非いずる国とか、はいはい、そういうのがあったんですよ、日本をどう表す表現するのか、はいはい、だからそういう意味でやっぱり今高橋さんが言ったような太陽が昇るこう、はいはいはい、ね、赤澤も言ってましたけど夜明けがやってくるんだと、はい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 、全部こうなんか繋がりそうだよね、繋がって今なんか隣り合わせで結構あるもんね、そうそうそう、情報がそうなんですよ、こことここ繋がるのかな結構あるから、そこがバシー来るかって感じ、ね、全部ねこう集まってくるんじゃないですか、いや、やっぱり確かにそう、だって本当の和の国の姿がそこで、はいはい、なるほどね、描かれるのかもしれない、鎖国はね、和の国光月がやったっていうのはね。で、今、なんかその、和の国ってすごい入国困難で、うんうん、で、なんか、結構、入国するときに、雲がめちゃくちゃあったはずなんです。すごい分厚い雲みたいな。はいはい、あったね、周りがね。どんよりしてる。あったあったあった。あったんですね。あれがこう全部パー晴れて。はい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 。ピカーみたいな。なるほどね。ね。確かに、そしたら太陽も見えるし、みたいな。そう。確かに。ありそうだな、あそこ天候めっちゃ覆われてたもんね、そうなん周りね、だからもう本当に国のその要は気候とか地形とか、うん、そっちの話にもね、そう行きそうですよね、ありそうだな、うん、はい、そんな感じですかね、はい、ちょっと一旦まだまだ話し足りないこといっぱいあるんですけど、いや本当に本当にちょっとまだまだ今日動画撮りますねですね、のすけさんのチャンネルの方でもね、いやもちろんジャンプ関連あと今後の話とかもしたいしていければと思いますんで、そっちも見てください、うん、はい、今日はここまででございました、はい、ぜひこの動画面白かったぜって方グッドボタンお願いします、また見たいぜって方お願いします、よろしくねー、のすけさんの方のコラボ動画も見てください、アナザーブルよろしくー、おいす
アイアスプロシもまたね。イエイ。うどん食べて。うん、カレーうどん大盛り食べて。大盛りカレーうどん。ドロ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 。だからお願いお願いします。チャンネル登録。お願いお願いします。そしたら。